Hey guys! 英会話スクール、イングリッシュパートナーズのあきらです。I'm getting there. 意味は〇〇になりつつある。早速例文です。一緒に練習してみましょう。最近調子どうなの ?How are you doing lately? うん、平気になりつつあるよ。I'm、um, getting there. はい。Getting there. very good.getting there というとそこを得ているとちょっと不思議な感じなんですが、実は〇〇になりつつあるという意味もある ね。えー、包み具合は早くなくても、もうすぐ目指す場所に到達しそうではあるというニュアンスです、えー。英語のフレーズそのものは変わらないのに、えー、お腹空いてきたかなとか、もうすぐ終わりそうかなとか、いろんな日本語の幅広いニュアンスで使えるフレーズです。I'm getting there 意味はまるになりつつある。こちらぜひ覚えて使ってみてください。出張英会話レッスンなら、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンもやってます。